見ないから後ろ下がっとこって、そこのあなた、ああシンプルにタイプじゃないわ、スカウンって、そこのあなた、ああお手洗いタイムよっしゃって、そこのあなた、ちょっと寂しい、ああセアタの20のライブ見たかったわって、そこのあなた、そんな今目の前のあなたに、こんな男の歌を聴いて欲しくて、自己紹介の歌を作ってきました。どうかどうか聴いてくださいな、よかったら聴いてください。でもやっぱり歌が歌いたくて、今あなたの前に立っています。こんなに短い人生でこうして出会ってしまったんだ。ほらやっぱり歌が歌いたくて、今あなたに声が届きますように。ほらやっぱり生きててよかったな、今日全力で歌おう、歌わせて。どうぞよろしくお願いします。次の曲聴いてください。夏のシンパシー。ありがとう、ありがとうございます。岸陽介です、よろしく。
改めまして皆さん、はじめまして、こんにちはなのか、こんばんは、シンガーソングライターの岸洋介と申します。どうぞよろしくお願いします。こんばんは。初めて、見てくださる方がほとんどだと思うんですけれども、東京からやってまいりました、シンガーソングライターの岸洋介と申します。今ですね、僕はキャンピングカー1台で全局47都道府県を回って歌を歌っております。その途中でですね、この今夜まつりさんに、ぜひ、歌ってくださいって言っていただいてですね、今日大阪に来させていただいてます。本当にありがとうございます。楽しんでますか？青春、いいな。一人なんよ。いいな、一人だから羨ましいなと思いますけども、まあちょっと僕はおもろい話とか全然今日できそうにないんで、一生懸命、あと3曲ぐらいですけども、とにかく一生懸命歌ってですね、まあ、1曲でもこいついいじゃんと思ってもらえたら、嬉しいなと思っております。どうぞ最後まで聴いていってください。よろしくお願いします。後ろの人も聞こえてます？大丈夫？あ、本当よかった、ありがとうございます。ちょっとお前誰やねんっていう方たくさんいらっしゃったと思うんで、1曲カバー曲をね、やりたいと思います。僕の師匠がね、花水木っていう曲を作った人 で、はい、で花水木は知ってるでしょ多分ね、なのでちょっと花水木という曲歌いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 BA さん、ちょっとリバーブ多めな感じでお願いします。押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、どうか来てほしい、水際まで来てほしい、つぼみをあげよう、庭の花見月、薄めに色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように、君と好きな人が100年続きますように。夏は暑すぎて僕から気持ちは重すぎて、一緒に渡るにはきっと船が沈んじゃう、どうぞ行きなさい、お先に行きなさい、僕の我慢がいつか身を結び、果てない波がちゃんと止まりますように、君と好きな人が100年続きますように。 No 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 no。蝶々を追いかけて
白い本を開けて母の日になれば水木の葉送ってください。また泣くてもいいよ、知らなくてもいいよ、聞いていただきましてありがとう。今ですね、その先ほどもちょっとお伝えしたように47都道府県を、僕らミュージシャンはですね、コロナ中本当にこう歌が歌える場所がなくて、とにかく自分で場所を作らなっていうことで自分で会社を立ち上げて社員たち集めて今キャンピングカー1台で全国回ってます。今29歳で、まあなんかこの年で何夢追ってんだよって感じかもしれないですが、皆さん今言っときます、必ず僕有名になります。ぜひ今のうちに覚えておいてください。よろしくお願いします。岸洋介と申します。で、普段 YouTube とかって 見ます皆さん見る？来週ぐらいからこの曲 YouTube でもしかしたら聴く人がいるかもしれないっていう曲を、一生懸命ちょっと歌わせてください。まだちょっと詳細は言えないんだけども、バカという曲を作りました。世の中生きてるとムカつくこととかしょうもないこととかいっぱいあってね、それに対してバカ野郎って、思うこといっぱいあると思うんですけど、そんな思いを、込めて本当にバカなのは誰かということを、考えて作りました。一行でも刺さったら嬉しいです。もう下向いて聞いてて大丈夫、絶対振り向かせます。聞いてください、バカ。守るために誰かが
まさかと信じたい。僕の中で何かが壊れた。何も疑っちゃいないのに何もかも言えてしまった。クズみたいなこのところで僕は何を失っただろう。わからないが何回裏切られても僕はまた誰かを信じる。守りたいと思った。きっとバカは僕だ。何もかもを許せないけど時々心から愛くしい。何回比べられても僕はあなたの誰かを信じて愛してみたいんだ。今何時か教えてくれる人いますか？今何分ですか？今え6時15分です。15分あ、ありがとうございます。ごめんなさい、途中で肉が取れてしまった。バカという曲を聴いていただきましてありがとうございます。今日出会ってくれて何か記事っていうやつを覚えたっていう方はぜひこの後なんかインスタとかツイッターとかフォローしていただけたら嬉しいですし、来週あたり YouTube であ、これやん今の曲やんってなったらぜひ今夜祭りで聴いたわってコメントとかしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。今年の夏、お祭り初なんですけど、食べました？ああいうの食べてない？食べた？食べて、スタッフ買ってきといてねお願いします。はい、じゃあもう時間早いもので次で、最後の曲なんですけども、最後の曲、一生懸命歌って終わりたいと思いますね。ちょっと一個だけ伝えさせてください。全国今、47キャンピングカーで回って歌を歌ってるんですけど、イオンモールとかそういうところで歌ってるんですよ。もし本当に機会があったら、大阪はまだ、来てないので、そのタイミングでまた、来ていただけたらとても嬉しいなと思ってます。で、今後本当に岸洋介という名前いろんなところで轟かせようと、思ってますんで、ぜひ名前だけ覚えておいてください。で、子さんぶってください。いつかよろしくお願いします。はい、よし、じゃあ最後ちょっと一曲歌いたいと思います。大きいフェスでね、
この曲を最後に歌いたいと思って作った曲です。ペアチケットという曲、で終わりたいと思います。皆さん、今日は本当にお時間いただいているか、お耳傾けてくださってありがとうございました。ぜひまたどこかで会えたらと思います。今日本当にありがとうございました。岸洋介でした。この思い出をしっかり覚えておいてくれたなと思いました。